秋田にあらぬ小さな村、その村のすぐ近く、奥羽山脈の双子峠に一匹の凶暴な熊が住み着いていた。その熊は村人からこう呼ばれていた。赤カブト。これは試してみる必要があるんじゃねえか、ベン。いったな。小僧。小僧じゃない。俺はトライアの熊犬。銀だ。ヒーロー気分。敵が銀の動きでついていけないぞ。ダメだ。いつまでも逃げていたらこいつは倒せない。俺より動きの速い奴がこの世にいるとはな。ほう、我らの気配に気づくとは。あいつらだ、あいつらが土木野郎だ。頑張って。お前たち腹が減っているのか。分けてやるぜ。およせ。ありだ、赤目。甲賀と伊賀の因縁、今ここで断ち切ってやる。お前の目的は何だ。あんたと差しを勝負がしてる。勝った方が上官になるって寸法よ。よかろう。生きより強くなれば生き残れねえ。強くなれ、ギン。さんのように僕強くなりたい。父さんの